ベネトン B187 は、ベネトンフォーミュラが1987年の F1、世界選手権参戦用に開発したフォーミュラワンカーで、ロリー・バーンが設計した。前身のトールマン時代は1985年まで、ハート、ベネトンとしての初年度1986年は、BMW のターボエンジンを使用したが、1987年は、コスワースが開発した。 フォードのターボエンジンを使用した。このエンジンは前年までハースローラが使用していたもので、V バンク角は120度だった。この配置には等間隔爆発のメリットがあるが、ホンダとフェラーリは以前より V バンクを80度とし、フェラーリはこの1987年にバンク角を120度から90度に変更しており、 フォードは1987年に参戦したエンジンの中で最も高角の V バンクを持つエンジンだった。バーンは3年連続で異なるメーカーのエンジンを使用する車体を設計することになったが、この年のエンジンはそれまでの直列4気筒から V 型6気筒への変更だった。BMW z i 4からフォード V6 への エンジン変更が決まったのは1986年の10月のことだったが、開幕戦までに4台のシャシーが作成され、会場のジャカレパグアサーキットに運ばれた。バーン独特のフロントウィングはフラップを持たない、大ンーーのプレートを左右に取り付け、フロントノーズからワイヤーで釣っていた。これは、ウィングというよりも、路面との間で、グラウンドエフェクトを発生する、ベンチュリ構造であり、 ダウンフォースによって、プレートがしなると翼端板が地面に接し、ウィングカーのサイドスカートのような機能を果たした。B187 は9台が作成されたが、1号車は開幕前にジャカレパグアサーキットで行われたテストセッションで全損したため、シーズン中に使用されたシャシーは8台だった。ありがとうございます。